今日のメインディッシュはゴールデンラジオには2年ぶりの登場です。このコンビの方々です。どうぞ。どうも、どうもザ・マミーです。よろしくお願いします。お願いいたします。ザ・マミー。お前声ガラガラそうでちょっと面食らっちゃいましたね。面食らったの？なあ、面食らったよな。うん、なんか大丈夫かなって心配がさ、本当にわーってなってたの。大西健二君入ってたよね。笑うよね。笑うよね。笑うよね。いやでもなんか久しぶりで、はい、ね、あ、はい、覚えてますよ、もう本当に、はい、もうその、うん、そうか、しかも、うん、これ自体も2年ぶりとかですもんね、うん、そう、うんうんうん、前回変わりましたね、なんかね。あ、本当ですか。この2年でね。あ、本当ですか。どうです、どういう変わり方しましたかね。なんか、なんでろう、あの個性が薄くなった。薄い、よくないじゃん。いや、よくないじゃないですか。なんか飲まれてったみたいな。いや、なんか芸能界の、うん、雰囲気がすごいなんか出てね。本当ですか。いつも見てますよ。あ、ありがとうございます。なんか平たくされちゃった感じですか。荒波に飲まれて、なんか量産型ね、石が綺麗に丸くなっていくみたいな。ちょっと寂しいですけど、ね、いや、お久しぶりで。大竹さんも久しぶりでしょ、うん、そうだよ。でもあの酒井君だっけ、はい、酒井君なんかタバコ吸うとこでたまに、ああ、そうだ、あ、覚えててくださってますか。あ、いや、なんかそんな顔がいたなと。そうです、そうです、あのよく喫煙所で、うん、はい、ね、うん、今そうなんです、文化放送で別の枠でやらせていただいてて、うん、それで多分ずっと喫煙所にいるんで、うん、基本的には。酒井は、はい、なんで調子に乗ってんの。どの辺ですか。なんかお前調子に乗ってるよな。よくわかります。すぐ。なんかな。なんかそうです。タバコの吸い方はもうちょっとね、調子に乗ってる感じ。結構なんで指2本で綺麗に。林田、そうだ、はい、こいつ調子に乗ってんだろ。結構あのすぐあのサングラスとかかけて楽屋入ってくるタイプの。ほら、お前はもうちょっと。だから。もう芸能人面しやがって。もう本当顔バレ防止ですよ。ヒゲなんか生やしやがって。ヒゲはずっと生えてました。それヒゲはずっと。コントでヒゲなんか生やしちゃいけないんだよ。めっちゃ生えてるじゃん。めっちゃ生えてます。めちゃくちゃ上下生えてる。蓄えてらっしゃいますけど。はい、俺は芸人じゃないから。いや、そんなことないじゃん。俺はもうだって最近もだってもう、うん、ラジオまたお三人でやられてね、うん、コント入ってっていう。また人を持ち上げんじゃないよ。いやいや、いいじゃないですか。持ち上がってくださいよ、気持ちよく。ろうそくの最後の炎だ。これでまあ、俺の1年でパッと消えてパッと死ぬんだ。俺は。やめてくださいよ、とんでもない。まそうじゃない、社会に調子に乗ってるって話をしてるんだよ。まあ、でも調子乗りというか、まあ、気分屋なとこもあるんで、うんうん、褒めるとすぐそっちの方に、うん、そう、俺はすごいんだってなるタイプですね、うん、割となんかこう売れない芸人集めて何かやってんだって、うん、お前あの一応あの酒井軍団という軍団を作らさせてもらって言ってました。酒井軍団、はい、お前ごときな。のお前ごときな。いや、何をおごっていきになってんの。いや、まあまあまあ、そうですね、ちょっとありがとうございます、ごちそうさまでしたなんてとかみんなに言わせてるの。酒井さん面白かったですよあれとか言われて、そうよだれ垂らしながら酒飲んでますよ。最高なんですよ。酒井軍団っていうのがあるって聞いて、じゃあなんかある日その僕らがネタの稽古してるところに、酒井がその軍団員のマチョネーズの、はい、坂本、はい、マチョネーズ坂本って男がいるんですよ、うん、そいつをまあ呼んで、うん、特にすることないんですよ別に、うん、自分たちでやってる、うんうん、そしたらなんかそれを坂本が僕らがネタ合わせしてるところを見ながらなんか細かくメモとか取り出して、うんうん、で最初僕なんかそういうなんか余計にこう尊敬してるってボケなのかなと思って、うんうん、いいよメモなんか取ることないよって言ってたらなんか全然そいつも、うん、はみたいな、いや取るでしょみたいな、うんうん、だから普段から相当そういう後輩をしっかりこう俺を見て勉強しろよみたいな感じで育ててるっぽいんですよ。それ見て気持ちよくなって、いろんなやつにダメ出ししたり、ダメ出しして文化放送来てタバコ吸って、タバコ吸ってもうやだね今日。酒井、酒井なんか、酒井俺になんかダメ出しないかお前。ダメ出し、この番組のダメ出しなんかないか。勘弁してください。酒井、メモ取ってくれるよ。これちょっとメモ用紙出そうと思って。いやだから逆にもう大竹さんもう少しお調子に乗られた方がいいな。うるせえな。誰が何言ってんだよ。なんか本当にもっとすげえですよって。もっとね、なんかなんだそれ、そのすごい毛皮のコートとか着て、確かになんかすごいなんか今こう丸くなられたとか、すごいお優しい感じが。確かに優しい。俺だって必死に生き残ろうとしてんだよ。あれの方向を変えるようなこと言うんじゃないよ。丸くなられた、ね、戦場で別にバーンって叩かれたっていいわけですからね。本当はこの大体アンケートがお前偉そうなんだ。え、なんですか。稽
結婚していますか、彼女はいますか、どんな方ですか。答え、未婚です、うん、彼女のお話はなしでお願いいたします。マジで、いやいやいや、そういうとこあるんですか。いつからこういうずずずこと平気で、なしでお願いします。なんかね、あとね、文化放送でレギュラー番組持ってますが、どんな番組ですかっていうとこも空欄だし、なんで空欄なんですよ。違うよ、これ。出したら書いてます、しっかり書いてます。偉そうに、偉そうに、ぶしぶしにちょっとこれは、ね、ラジオ仕事だと思ってないタイプ。もらいたいって時、借金200万で大変ですって言ってただろ。あの後どうなったんだよ、200万は。だからまあ今もだから一回だからゼロになったんです。借金も400ぐらいまで行っちゃった時があって、まあ、ゼロになったんですけど、こうリバウンドと言いますか、リバウンド、借金のリバウンドみたいなのがありまして、でちょっとまた今200ぐらい。え、なんで一回ゼロになったのに。そうですね、せっかく、あ、ボートレースっていうギャンブルがあるんですけど。知ってるよ、知ってるよ。前回出た時も、あ、そうだ、監視を知ってますかみたいな言ってた。そう、あのタクシーって便利なんですよって大滝さんに言ってブチ切れられた。知ってるわ。お前より乗ってるわ。ボートレースまた。そう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 、好きで。軍団集めて、はい、そこで偉そうにおごって、はい、いい顔して、はい、借金して、え、彼女のお話はなしでお願いします。なんでそこはなしでお願いします。本当になんかお前誰だお前は。誰だお前は。なんかアイドルかなんかだと思ってんのか。ぶち切れるぞお前。いよいよ本当に。なあ、いや、なんかそういう芸人の言うことじゃないよな、はい、これ。でもなんかいろいろなんかごちょごちょ揉めたり、うん、ちょこちょこしたりしてるみたいで、うんうん、あ、そもそもあの、はい、あれなんですか、彼女ですか、彼氏ですか、どっちか。そこがまだ分かんない。あ、なるほど。あ、でも彼女です、彼女なんですけど、こうまあ付き合って別れたり付き合って別れたりで、うん、なんかなんていうかはっきり言えない状態なんですよね。そのなんかいろんなところで話しすぎたのか分かんないですけど、ある日突然そのシャッター下ろして、うんうん、もうこれ以上喋れませんみたいな。で前もなんかその自分らのラジオに、はい、あの藤原の藤本さん、藤本さん来ていただいて、藤本が来たのに、はい、すごいもうビッグゲスト来ていただいて、うん、もう彼女の話で藤本さん仲良くしていただいてる、うん、お前ああいう話あったよなって散々収録なんですけど、うんうん、30分ぐらいそれでもう大盛り上がりして、うん、やったーって言ったらその後僕らがいないところでこっそり、うんうんうん、スタッフさんあそこだけ切っといてくださいって言って30分切ったんですよ。なんでよこれ。やめろってやめろってじゃない。これは切れないんだよゴールデンラジオは。切る、切れないから。すぐ切るとか切らないとか言う、言うようになっちゃったんですよ。この1年で。いやでもまあ別にその、うん、これから芸能界のこといろいろ教えてくださいよそれじゃあ。いやいや一番上みたいな振る舞いですよ。本当にしますよ。本当に。タクシーの乗り方も教えてもらいましょう。お許しください。焼肉ね、行って。お許しください。まあまあ、でもいろいろね。そうなんですよ。人間味ありますけど。はい、あの、あの話はなしでお願いしますんだけど、お前、M で停止関白なんだろ。あ、だから僕の性格それはいいんだよ。M で停止関白。そうなんですよ。なんだろ。それはいいんだ。はい、いや、そうなんですよ。僕、結構。乳首が欠点だって。あ、そう、乳首が好きで。で、なんですけど、やっぱちょっと結構こう、うん、俺について濃いタイプなんですよ、僕。実は意外と女性の前では。でも、うん、夜は M だから、こう難しくて。バランスおかしいね。でも、どうしても一回乳首をお願いしたくて、その、乳首を攻めてくれ。男らしく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 俺の乳首を攻めてくれ。そしたらあの、うん、こちょこちょこちょってやってきたんですよ、うん、彼女がね、そうじゃれる感じで、うんうん、それに対して僕があの、うん、子供の遊びじゃねえんだよって突っ張れちゃったら泣き出しちゃった、うん、そりゃそうだよ。だから性がうまくいかないというか夜がうまくいかないと言いますかその難しいじゃないですか、そのバランスが、ね、からかわれたと思っちゃって、どうして欲しかったの乳首を。だあの引きちぎってほしかったですよね。これ大丈夫ですか。本当に大竹さん思ってたよりきつい答え来たから頭抱えちゃった。ちゃってもっと可愛い答えだと思ってたはず。俺はそれはちょっと想定してなかったから乳首を引きちぎって引きちぎって窓から捨ててほしかったです。昼だぞ。本当にできないわ。なんでこの話は OK なの。ごめん俺の質問が悪かったよ。
もうそこまで聞かないでください。引き切ってほしかった。だから無くなっちゃっていいの？だからもういらない。はい、いらないの、拾いに行くまでがプレートで。プレー入っちゃうらしい、ね。それ手ででちあのペンチかなんか。あの奥歯でできた。ちょっともうやめてよ。なんでガンガン聞くんですか大竹さんも。大竹さんが悪いよ。今の大竹さんが悪いから。どんどん聞くから。お前まで俺のせいにしてるから。急に捕まえないで。お前だけは味方だと思ってた。急に捕まえないでください。はい、アシアはねちゃんと彼女がいて、はい、僕は本来もすごいよ、ちょっと待って、ね、よく笑って泣く人です、はい、何坂井さんのまたねこれね、うん、アンケートで一番下、うん、将来の夢、うん、将来の夢、うん、子供番組で天下を取りたい、うん、絶対やめてねそんなほんまに子供とか叶わないでよ、出んな子供番組なんか出んなって何今みたいな話してるさ、子供番組で天下を取りたい、天下取りたいですよ子供番組で、何子供番組の天下って愛されたいですよ小さい、お前適当に書いただけだろこれだって適当じゃないよ、ね、軍団作ってたくさんおごって借金もたくさんしたけど平気で行きたいっていうのがお前の答えだろ、だでもなんかこうクリーンなイメージをどうにかねこうやめつけてってやりたいんですよ、その子供を道具みたいに言ってましたね、そのイメージをつけるためにも、ね、違うです、愛されたいというかよくないですよ、子供大好きなんで僕は、バラバラや、ちょっとねネタをね、あ、まあでもそうだけど、はい、あのお前これ言わなかった言っちゃったから言うけど、まあこの際だからね、はい、もう子供番組絶対使わないでくださいって、はい、言っとかなくちゃダメだよね、勘弁してくださいよ、世界に向けて言っとかないとね、他の国で始めるかもしれない、ね、すげえなそれも、でも今日はね小物をあの持ってきて、はい、そうなんですよ、小物やったらちゃんとしてるぞってとこも見てほしいんです、ちょっとネタをぜひ見せてください、いいですか、小物ってなんだ小物、小道具ネタやらせていただいて、まあでもねコントだからね、テレビじゃ通じづらいかもしれない、皆さんにはぜひこれツイッターで、うん、あのこの後、うん、あの、ね、あそうか、ツイッターの方ですよね、動画、動画を配信ぜひぜひ、はい、しますのでぜひ見てください、面白いよ、いろいろ小道具持ってきてくれてはい、何が始まるんだ、準備はできましたか、はい、はい、よろしいですか、はい、なんか、はい、すいませんお願いします、坂井ちゃんとできたかお前準備、はい、できました、うん、できました、はい、ザ・ザ・ミ、え、ま、ザ・マミ、ザ・ミじゃん、ザ・マミ、うるせえなバカヤロ、急に厳しいな、ザ・マミの2人だよ、お願いします、絶対に許すな、無駄遣いをやめろ、支払うべき年金を払え、さもなければ地獄へ落ちろ、あのすいません、ここで何やってるんですか、ああ志願者の方ですか、ああそういうわけじゃなくて単純に大きく聞こえたんで何やってんのかなと思いまして、ああこれはデモですよ、あデモですか、はい、私もいろいろ思うことがありましてこうして毎日一人でデモやってるんです、あ一人でデモやってたんですね、はい、どうですか参加されませんか、いや僕そういうのはちょっとなんていうかその国とかに不満ないんですよね、国、はい、国は関係ないですよ、え私は自分に不満があるんです。え？私は自分が許せないんですよ。だからこうして自分で自分に言い聞かせてるんです。自分で自分に？無駄遣いをやめろー！支払うべき年金を払えー！あなたが年金払ってなかったんですか？はい。はい。私は無駄遣いばかりをして年金を支払わないクソ人間です。クソ人間です？クソ人間はこの町から去れー！それどういうつもりで言ってるんですか？すごいことやってますね。どうですか？あなたも私のセルフデモに参加されませんか？セルフデモ？はい。いや、余計参加しないですよ。だって僕、あなたと何の関係もないじゃないですか。じゃあ、あなたは私が年金を支払わなくてもいいというのですか？え？私がずーっと年金を見ようでも何の不満もないというのですね？いや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 。ここに非国民がいるぞ！そんなことそれ使って言わないでください。いや、それは年金はちゃんと払わないとダメですよ。じゃあ、その気持ちをデモに乗せて私に伝えましょう。ね、ほら。このボード持って、ね、ボード、うん、地獄へ落ちろってこれ自分で作ったんですか、はい、すごいな、じゃあ私に続いていきますよ、はい、無駄遣いをやめろ、無駄遣いをやめろ、支払うべき年金を払え、支払うべき年金を払え、さもなければ地獄へ落ちろ、さもなければ地獄へ落ちろ、え、なんか不満あります？なんかずっと言ってますけど、あ、すいません、
なんかすげえ嫌なこと言ってくんなって。え？でもされてる側でもあるので。でもされてる側でもある。はい、あなたが言えって言ったから言ってる。ああ、そうでした。すいません。ね、これでも二人だといいですね。どんどん行きましょう。ああ、わかりました。すぐに出前を取るなー。すぐに出前を取るなー。うるせえ。一日13時間寝るな。一日13時間寝るな。黙れクソガキ。一週間同じパンツを履くな。一週間同じパンツを履くな。何だこれ。何なんですか。何だこれ。デモされてるの怖いよ。何なんですか。やめてくださいよ。すいません、私の過激派な部分が出てしまいました。怖えよ。そんな部分出さないでください。ちょっとお茶飲んで落ち着きます。え。うわ、その久しぶり見た大きさの水筒だな。でけえ銀色のね。その怖えよそれ。桜っていつ咲いたんですかね。急に雑談始めないでください。びっくりした。すいません。あ、でもあなたのおかげで今日は最高のデモができました。あ、そうです。私変わらずの気がします。あ、よかったです。よかったらあなたもセルフでもやってみませんか。あ、僕もですか。はい、案外気持ちいいもんですよ。あ、本当に。自分を見つめ直す機会にもなりますから、ぜひやってみてください、青年。ちょっとやってみます、ね。はい、さあ行きましょう。はい、ね、じゃあ行きます。女性の髪の毛を集めて、それでのれんを作るな。ん、今なんかキモいこと言った。女性の寝汗集めて、それを塗って塩結びを作るな。黙れ変態、地獄に落ちるのは貴様だ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいたっぷり、すみません。ありがとうございます。超変でやらせていただけると。すごい面白い。いやこれ緊張すんだよね、いつも。緊張するんですよ、この独特のやっぱり。やっぱしあれだね、はい、あの林田の作ったネタだけあるね。すごい面白い。ちょっと作ったんですよ、これ。酒井は乗ってるだけだからね。やっぱしね、シンクタンク必要だよな。お前はバカだからネタ作れないだろ。多分シンクタンクの意味が今分かってない。あの台所のことです。シンクとタンクじゃない。シンクシンクとタンク。いやでも演技うまいですね。あ、ありがとうございます。本当に。ね、一応コントだけはちゃんとやってきたんで、はい、これだけは向き合ってやってきたんで。まあもうね、あ、これはでも林田がこうやってやれ、まあ、割と基本的にはそうですね、はい、する、うん、でも結構その、うん、結構このおじさんの感じというか、うんうん、結構その持ってるものはあるんで、うん、なんかそこからなんとか引っ張り出せないかなっていう、うんうん、あ、いいこと言ってくれるじゃないか、はい、さすがコンビだよ。 ありがとうございます。持ってるものはなんでお前ひげ生やしてんだよ。急に厳しい。いやこれはだからやっぱエグザイルさんに憧れて、ほらな、そうそう、こういう理由はダメなんだよ、こういうな、モテたくてっていう、ね、はい、お疲れ様。あ、もう終わりですか。まだまだ、もうちょっといつもより早くで終わる。なんでもうちょっと、なんでもうちょっと遊ばせてくれたよ。遊ばせて、遊んでもらってる感覚ぐらい。お前楽しいのかこれ。遊んでもらってるのか。僕らもその文化放送でラジオやらせてもらってるんですよ、それこそ、うん、そうなんです、うん、今一歩前っていう番組で深夜に、日曜の深夜に、うん、1時半に、うん、日曜の深夜の1時半、うん、そうです、あの、うん、他の局が一切やってない時間帯に、うん、日曜の深夜ってもうほとんどやってねえだろ、みんな休止してる中、はい、僕らだけやって、うん、で聴取率1位とか取ってる。そういう番組があるんです。他だってザーってなってたり、他はそうザーってなってる、文化放送だけ流れてて、流れてるの、はい、その日曜日なんで週ので1時半深夜とかなると、もう本当文化放送さんの1週間の締めくくりを一応担当させてもらって、まあ、日曜日が最後だと思えばな、そうですそうです、締めくくりにはなるけど、はい、それで、はい、どんな番組やってんだ。これはもうあのセクシー女優の方が毎週いらっしゃって、うん、みたいな、うん、だから今僕らの番組で、うん、ノベルティがあってグッズ配ってるんですよ、うん、それもそのセクシー女優さんの、うん、香りをつけたステッカーを配ってる、うん、まあ、ちょっと大人の感じ、大人の番組、はい、誰が考えたの。それでもまあなんかノリで、ノリでその場の匂い欲しくなっちゃって、なんか香水とかをくださいって言い出しちゃって、はい、ここに来て、皆さん撮ってくれて、ちょっと林田が崩れてきたね、ここ。いや、そうネタでもあって、最後のそんなにちゃんとした人間じゃないので、さっきまでね、これは本当に、うん、あの、うん、
できたらこう、いつかこう夢なんですけど、ラジオでも言ったんですけど、やっぱこういつかこうね、あの誠さんにゲストで出ていただきたい。どこの誠だ、誠さんって呼んだの。大竹の誠さんに。大竹の誠さん。いや、その深夜にセクシー女優さんが来る番組にセクシー枠で来ていただく。セクシー枠関係もないつか遊びに来てくれたらなっていう夢が。すごいですけど、コラボできたらなっていう。お前らがいなかったら行ってもいいけどな。いやいや、じゃあ全然その回休みますけど、うん、聞きたい家でスタッフも喜びますよ、みんな聞いてる人も。いや、出てほしいよね。でも林田はあるだろう、はい、なんかこう自分の中でちょっと、はい、エロいみたいなことは上品とくっついてるような人のことをエロいって言ってるんでしょ。最近ちょっとその、うん、僕もそんなになんかちょっとエロい、うん、エッチな DM 届くみたいな噂と聞いたことあるんですけど、うんうん、芸人とかだと、うん、僕そんなにないタイプだったんですけど、うん、最近初めてなんかちょっと来たのが、うん、すごい長文で、うん、いつも応援しておりますと、うん、でザワミのこういうとこが好きでとか、うん、これからこういう風になっていくところを陰、うんね、ながら応援させていただきます、すごい丁寧ないい DM が届いた後に、うんはいはい、そっとその方 の, そのお胸の写真が添えられてて、うん、その僕の偏見ですけど、そういうエロい人ってそのなんか雑なイメージあったんで、うん、なんか丁寧でエロい人めっちゃエロいなと思って、そっといい点だけ教えました、その DM。ああ、そうなの。あんまり返事とかすると。それ知ってんの、お前は知らない。いや、その事実知らなかったです。僕もでも DM とかで、うん、結構家族で応援してますとか聞きまして、うん、で、ありがとうございますって嬉しいなと思って返したら、うんうん、結構あの、こう、息子の写真が送られてきたんですけど、うん、そう、息子がもう、あっちの息子をでそのものもの、ね、男のああ息子とですそういう意味ですかみたいになっちゃって、うんうんうん、なっちゃったんですよ。やっぱりあれだよ、さっきの時点で終わっとけばよかった。確かに俺のやり方は正しかった。いやでもちょっとわかるよ、正しかった。そういう人たちにも受ける感じがする。ああやっぱでも、うん、本当ですか。ファンがの 幅が広そう。あら、そうなんか良かったじゃん。僕も結構そういう二丁目さんとか、うん、あの好き で,、うん、で飲み行った、あの次はあの、うん、ジャージで来てって言われました。どういうのか分かんないですけど、ジャージで俺もお前入った時ジャージで来たら空気階段と間違えた。ほぼもう風貌似てますから、はい、うん、ということでですね、終わっちゃう、終わっちゃう、そうなの、うん、あのネタをねぜひねツイッターの方の動画で見てほしいと思います、先ほどの。そしてですね、うん、ザ・マミーから何かお知らせございますか。はい、あ、我々その普段コントやっておりまして、うん、先日あの単独ライブがあのブラフという単独ライブやらせてもらいまして、はい、それの配信が今、配信が結構、うん、配信の時代なんで、配信で今まだ月末ぐらいまで見れるので、はい、ぜひそれ買っていただいて、よかったら新ネタ8本ぐらいと、はい、いろいろ映像とかもあります。はい、映像ぜひお願いいたします。どこで調べたら見れるんですか。まあでもザマミー単独とか、うん、ファニーっていうあの配信サイトで、ファニーで、はい、FANY で、うん、ちょっと調べていただき、はい、ぜひお願いします。酒井も出てんの。あ、もちろんです。ザマミーの単独ですもん。まあ、なかなか出てます、ね、分かった分かった。じゃあ見ないみたいなのやめてください、ね、楽しかった。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ザマミーのお二人でした。ありがとうございました。またお願いします。